おい、ランタンいるんだけど。おい、何してんだよ、お前。無言。ねえ。どうしたの？変な顔して。いや、普通の顔だろ。失礼なこと言うな、ランコ。普通の顔してるだけだ。いや。いや、思っていたより歓迎されて、不思議な気分なだけだよ。ああ。まあでも、うちは結構スカウトするからな。自分を過剰に恐れる者もいない。いや別に誰もビビってないから。お前それ恥ずかしい発言やめろって。別に普通だから。誰もお前のこと特別視してねえから。何がランタンだ。トロテアちゃん。困ったわね。ヘル君もヒュー君も結局あの後目撃情報がないのよね。あ、フェルディナントとヒューベルト？あ、そうなんだ。ただ放逐されたならいいのだけれど、もしかしたら、え、あ、もう死んでるってこと？敵でもいいからガルグマクで会えたりしないかしら。いやでも確かにこの状況でさ、ヒューベルトが全然出てこないの不思議だよな。真っ先に姉さんのとこ行きそうなのにな。マジか。フェルディナントもヒューベルトももう死んでるってこと、これ。いつの間に。オフェリ。そうだな。メルセデスの言葉が妙に気にかかるな。カツカレーについてだ。ああ、カツカレーね。確かに。同盟軍の連中とも合流したが、奴を見たという話は聞こえてこない。ってことはまだ帝国領にいるってこと？あの手合いは戦場の外では生きられん。行方知れずとは信じがたいが。でも帝国の戦いにも出てこないから。あいつも死んだとか？死んだのではと推測する。軍を離れたと推測する。いやでも死ぬ感じじゃないよな、そんな内輪もめで。軍を離れた？放浪してるって感じなのかな。どう？軍を離れたのかもしれないわよ。人生どう転ぶかわからないでしょ。なんかもう帝国についてる理由がなくなったみたいな。そういうものか。俺には想像がつかんがな。なんかまあもともと指示に従うタイプじゃないし、その逸落を求めて軍を辞めててもおかしくない。まあもう二度と会わんのならばそれはそれでいい。いやーでもベンツ姉さん会いたいんじゃない？もう一回カツカレーに。ジェラルトーさん、アロイス殿。不思議なものだな。こうしてかつての敵と靴輪を並べるとは。いや、アロイス殿が騎士団抜けたの意外だけどな。だがそれも一興というものだ。貴殿らのおかげでしばらく退屈はしなさそうだな。出戻りですね、アロイス。その反応伝わっていないか。今のは靴輪と退屈輪をかけたのだ。ヌーベル、ヌーベル、ヌベヌベヌーベル。はっはっは、どうだ、この2年傭兵団で、冗談の腕にも磨きをかけてきたからな。いや、なんかより分かりにくくなってないですか、冗談。むしろクオリティ下がってない？教団、いや、レア様とは関わらずに済むよう、隊列を調整してもらったんだが。ああ、言ってたね、ディミトリが。まさかわざわざこの拠点までご足労とは。王国軍の連中にも想定外だったろうさ。ああ、そりゃレア様、来てたな、直接。お前がレア様と話す分には構わねえが、俺たちのことはあまり喋らないでくれ。結局レア様は知ってんのかな、ここにいること。特にランタンについてはな、ちょっとした因縁があるんだよ。ああ、これ、確かそのランタンの体にファミチキが宿ってるから、それを狙ってるみたいな感じじゃなかったっけ、レア様って。なんかそういう関係性だったよな。メリエンヌ、実は久しぶりにヒルダさんと会ったのですが、私のことをすごく気にかけてくれていて。あ、ヒルダちゃんと会ったんだ。クロードと一緒にいたもんな。士官学校の頃からずっとそうなんです。いつも私に優しく話しかけてくれました。ああ、そうだっけ？メリエンヌとヒルダちゃんって仲いいんだっけ？他の人と距離を置きたいと思っていた私は、感謝すら伝えられずにいたのですが、
実際に離れてみたら私もヒルダさんに会えないことがとても寂しくて。いやめちゃくちゃ仲いいじゃん。なんというかお友達っていいものですね。勇気や力をもらえた気がします。なんか知らないうちに支援 B ぐらいまで発生してるんだけど、ここ。おお、食っとる食っとる。おお、悪いな、親子揃って飯をおごってもらっちまって。いや、いいんですよ。次は酒盛りでもしよう。ジェラル父ちゃんでけえな、こうしてみると。その時は自分は遠慮させてもらう。え、二人揃って前後不覚になるのはまずい。ああ、酒弱いのお前。まあ確かに俺自身そんな強い方じゃないけどさ。あ、そう。いや、てかなんか新鮮だな、こうしてランタンが食ってるの。前作は飯を振る舞う側だったからな。ランタンとランコの支援見るか。なんか支援会はランコとジェラル父ちゃんとしかないっぽいね、俺とは。行くわ。お、あ、なんかやってる。ああ、来い。なんだ、てかランコとランタンの交流だ。夢の。お、今のを避けられるか。あ、立ち合いをやっている。いや、今のは避けたっていうか。めちゃくちゃ全力でやるじゃん。思わず力を使っちゃっただけよ。やっぱりあなたにはかなわないわ。力、あ、ラルバの力か。そんなことはない、自分も全力だった。いや、なんかすごい不思議だな、これ。それを避けられたんだから叶うも何もないよ。てか今更だけどマジでめっちゃ普通に喋るなこいつ。でもあなたの方はあの力を使ってないじゃない。あの力、あ、ファミチキパワーか。なんというか相手の認識を狂わせる力。天国ね。その時点で私の負けよ。てかファミチキはどうなってるんだ今。気づいていたのか。なんか体乗っ取ってる風だったけどな、まあ、当たり前でしょ、あなたと何度剣を交えたと思ってるの。まあ、めちゃくちゃ使ってたもんな天国。私の妙な力と比べれば確かにあなたの力は見た目では分かりにくいわ。え、でもなんかさ、ファミチキに乗っ取られてる時しか使えてなかった風じゃない。でもあなたの強さはこの身で嫌というほど味わってきたからね。もう普通に制御できるようになってんのかな。それは悪かった、君相手では手を抜けなくて。いや、めちゃくちゃ腹パンしてたよなお前。いや、あれファミチキか。いいのよ、昔の話だわ。一応俺自身の意識もあったのかな、あの。そういえばその力ずっと昔は使ってなかったわよね。ああね、乗っ取られてからだね体。どこかで得したの。私でも真似できそうな技なのかしら。いや無理だろ、ラルバはできないんじゃないか。君との激闘の最中だ、使えるようになったのは。まあファミチキだから使えるんだろうな。だがおそらく教えて習得できるような技術ではない。てかめちゃくちゃ喋るなその力について。自分でさえよく分かっていないんだこの力の仕組みは。え、なんかファミチキにあんま言うなみたいな言われてなかったっけ。まあそうよね、私の力も似たようなものだし。いや、お互い謎の力を持ってるよな。ああ、君のそれも不思議な力だ。剣もそうだが。剣、ああ確かに、なんか剣出すよなランコって。君は何か不思議な存在を内包していたりはしないか。お、え、そんなことまで聞いちゃうの。いや、てかお前変なこと言うなって急に。思考が読みづらいしたまに何かに気を取られているように見えるんだ。おい、急に女の子を考察するな。心の中にいる誰かと会話しているような。いや、ランコ以外やるなよお前それ。ごまかす質問を返す。ああ、いや、ここは逆に聞いてあげたら。ランコ質問を。そう聞くってことはあなたの中にはいるの。お、何かがいる。いや、君を見てふと思ってた。あ、ごまかした。あ、さすがに言わないんだ。そう。ああ、なるほどね。いや、なんだろう、なんかまあ事情を知ってるから別に普通の会話に聞こえるけど、はたから見たらなんかすげえ中二病みたいな会話してるよな。自分の中に何かがいるんだみたいな。ハピちゃんが見たらキモって言われそうだ。
アッシュとユーリス。2回目のやつだな。支援 A。 なんか族のことで揉めてたよな、前は。クソ、チョコマカと逃げやがって。お、手分けして探せ、逃がすね。ならず者、見返りならず者。どこまで追いかけてきやがれ、しつこい野郎どもだな。お、ユーリスがならず者に追われてるわ。お、何？ゼルダ。お、まさか。ユーリス、こっちだ。お、アッシュが助けに来た、ユーリスのことを。ここまで来ればもう追ってこないと思う。お、いや、何してたんだ二人。間に合ってよかったよ。怪我とかしてない？なんか揉めてたのか、ユーリス。顔さえ無事なら無傷と同じさ。世話かけちまって悪かったな。かっけー、顔は商売道具って言ってたもんな。ほんと君は相変わらずだよね。で、なんであの人たちに追われてたの？おお、またなんか切ない BGM。 ちょっとばかり同業者と揉めたんだよ。別によくあることだ。なるほど、ユーリスが追われてたんだな。よくあることって、前に言ったよね、そんな方法でお金を稼ぐべきじゃないって。ああ、怒ってるわ。お母さんみたいな。また始まった。ならなんでわざわざ助けたんだよ。いや、まあそれは見過ごせなかったんだろう。あのまま放っておけば悪党を一人始末できたかもしれないんだぜ。あ、なるほど、ユーリスのことを。僕が君の悪事を責めるのは悪党が許せないからとかじゃない。ほう。そもそも僕には君を悪だと言い切る資格もないしね。ああ、泥棒をやってたからな、シュモ。僕はただ君に危ない真似をしてほしくないだけだ。なるほど、危ない真似か。誰かが体を張らなきゃどうにもならねえ時だってあるだろう。いや、ユーリスはお前になら。いや、わからねえか。何しろ今やお前は立派な貴様だもんな。いやー、でもアッシュもわかるんじゃない、そういうのは。僕にだってわかるよ。昔のことはどんなに忘れたくても忘れられない。結構悲惨だったっぽいからな、アッシュも。でもさ、ユーリス、やっぱり君のやり方は間違ってると思う。うん、悪事を働くことか。誰かを傷つけるからってだけじゃなく、自分さえもないがしろにしてるからだ。あー、危険な目に遭うからってことね。俺はな、俺なりの矜持を持ってこの生き方を選んだんだ。矜持か。それユーリスってさ、たとえ痛い目見ることになったって、それを貫いた結果だってなら構わない。なんでこういう生き方してんだろうな。そういえば知らないな。とっ捕まって町の連中に石を投げられても笑って処刑台に登ってやる。だから。おお、構うなと。ああ、もうそういうところが放っておけないって言ってるんだよ。お、アッシュ、珍しく怒っている、アッシュが。お、初めて見たかも、こういうアッシュ。君が大事な人たちを守りたいのと同じで、僕も君を危ない目に遭わせたくないんだ。お、あ、なるほど、そういうことね。ここまで行っても君が危ない真似を続けるつもりなら僕が君を守る。あー、そういえばアッシュってこういうやつだったな。自分が何言ってんのか分かってんのか。薄汚ね悪党に味方するってことだぞ。いや、そういうのも関係ないってことでしょ。悪事に加担するつもりはないよ。君が誰かを傷つけるなら意地でも止める。おう、アッシュは。僕はただ友達を助けたいだけなんだ。いや、そう、こういう子なんです。本当、お前なんなんだよ。殺し文句もいいところだ。いや、そう、結構人たらしなんだよな、アッシュって。ユーリス、何か言った？いや、わかるぞ、ユーリス、俺も前作で同じような気持ちになった。いや、なんでも。アッシュ、恐ろしい男。終わりか。あー、なるほどね。いや、そう、前作でも確かね、先生のために何でもしますみたいな、先生のために何かしたいんですみたいなこと言われて、えっしゅってなったもんな。そういえばこういうやつだった、忘れてたわ。オフェリとディミトリ、
支援 A ですね。この二人もな。すまない、必ず復讐は果たす。お、だからもう少し待っていてくれ。おい、話してるじゃん。お前たちを死に追いやった者を暴き、どんな形であれ必ず果たす。だから。あー、やっぱまだ見えてるんだ。おい、お、フェリックス来た。グレ、いや、フェリックスか。見苦しいところを見せたな。一瞬グレンだと思ってるじゃん。もう20年も付き合ってきた相手に今さら見苦しいも何もあるものか。独り言は言ってんだな、デミトリ。まだ皆もすっかり寝静まった頃だというのに、一人で礼拝堂にこもって何をしていた。いや、死者と話してたんだな。お前の声が聞こえて何事かと思ったが、白昼夢でも見ていたのか。初めて見たんだな、デミトリのこの姿を。お前には隠したところで無駄か。おお、白昼夢のようなものだ。あの日死んだ者たちが昼夜を問わず立ち現れてくる。これ言ってたやつだな。もしあの事件に帝国が関わっていたのなら、皇帝がそれを黙認していたのなら。いや、関わってるっぽいけどね。あの日の死者と同じ最後を与えろと叫んでいる。胸をえぐり首をはねて。でもこれも幻覚だろ、ディミトリが見てる。いつからだ、そんなものを見るようになったのは。お、しっかり話を聞いてやっている。6年前からだが、声を聞いたのは4年前、初陣の時だ。初陣、ああ、初めて。敵軍の将の顔を俺は知っていた。ダスカーで見た顔だった。これフェリックスが言ってたやつだな。奴の首を落とした時、皆が声を上げて笑ったんだ。泣いて苦しんでいた者たちが。ああ、それでディミトリも笑ったのか。納得はできんが、まあいろいろと腑には落ちた。なあ、フェリックスも言ってたもんな、この話。だがな、兄上も戦王陛下も他の者たちも、そうしてお前を責め苛んだりするものか。フェリックス、お前が安穏と生きていくのを許していないのは他でもない、お前自身だ。おい、言ったね。いや、ほんとそうなんだよな。誰が俺を許すと言おうと、俺は死ぬまで自分を許すつもりはない。おい、頑固イケメン。安心しろ、お前にそんな器用な芸当ができるなど俺はけほども期待していない。あ、そうなんだ、期待してないんだ。だがお前は皆を導く国王だ。お前が惑えば皆も行くべき道を失う。おい、こいつカウンセリングうまくね。その苛烈な復讐心は胸にしまっておけ。おお、それは俺だけが知っていればいいものだ。おい、なんだよそれ、なんでフェリックスだけ。要するに弱音を吐くならお前の前だけにしろということか。そいつは殺し文句だぜ、フェリックス。ふんじゃねえのよ。おい、俺が畜生に出さずにいられるのはこうしてお前が受け止めてくれるからだ。うわー、なるほど。ルーグにとってのキーフォンは、父上にとってのロドリグがそうだったように、フェリックスが受け止めているのか。これからも俺の右腕としてそばにいてくれ、フェリックス。なんかあれだな、前作の先生の代わりみたいな感じだな、フェリックスが。右腕か、まあ悪くない響きだ。ならば。おう、ならば。ん、え、な、あ、何。おい、フェリックス、いきなり何を。なんだ、踊り子の衣装に着替えたか、フェリックスが。右腕としての席を果たさせてもらう。は、まず休み方を知らん王を寝台に放り込まねばな。え、いや、何してんの、何してんの。どういうことになってんの今。なあ、俺を背負って運ぶつもりか。無茶はするな、足が床についたまま。あ、何や、ディミトリをおんぶしてんの、フェリックスが。黙れ、貴様がバカでかく育ったせいだ。この筋肉の塊め、
運びにくいにも程がある。いや何してんだよマジで、普通に歩けるだろ。昔もこんなことがあったな。あの時は足をくじいたお前を俺が運んだ。ああなるほど。ああ、あれはいい訓練になっただろう。今度は俺の訓練に付き合え、ディミトリ。いやでもディミトリ足ついてるみたいだけど。あ、ああ、そうだな。笑ってるでおい。はあ、終わった。え、いやめっちゃいい話じゃんこれ。いやーでもなんだろうマジで。マジでフェリックスがディミトリ支え担当になってるな今回。先生いないからな、なんかよりフェリックスにその比重がかかってる感じあるけど。でもなんか良かったな、なんかちゃんと仲良くなれたっぽいよな昔みたいに。はあ、いやこれはいいですね、いい話だったな。よし、じゃあ行くか。アリルの海戦、煉獄の谷アリル行きますか。報告です、煉獄の谷アリルに帝国軍の大部隊が布陣している模様。おお、クロードもおるわ。黒きワシの旗、あれは皇帝直属軍です。出た、我々の動きを読んでいたのやもしれません。あれってことは姉さんも来てるってこと。これやっぱりただで通してはもらえなさそうね。前も皇帝直属軍で来てたよ。帝国が気づいてたのは想定内だが、あいつが直々に出張ってくるってことは。ああやっぱり姉さんのことだよなこれ。敵も出し惜しみはしないということか。ならばこちらも全力で当たるまでだな。え、姉さん大丈夫なのか戦場来て。それからもう一つ、昨日派遣した先遣隊なのですが。ほう、先遣隊。得体の知れぬ闇の魔導士の部隊に襲撃されたという報も入っています。ああ出た、闇にうごめいてそう。まさかそれはコルネリアやミュソンの率いていたタレスか、タレスの軍か。はい、彼らと同じような姿をしていたと、同じ勢力であると考えられます。闇うごも来てるんだな。じゃあどうした、その魔導士ってのは知り合いか。あ、クロード知らないのか。少しな、連中が帝国軍と結託しているということはやはりエーデルガルト。ほう、え、繋がっているということ。この戦い骨が折れそうだ。クロード、お前たちも注意を怠るな。おう、いやマジで総力戦だな。お前たちも敵の正体がわからない以上具体的な指示ができず歯がゆいんだがな。てかクロードは知らないんだな。わかった、とにかく魔導士の連中には気をつけるよう指示しておくよ。同盟の方にもいそうなのにな、闇言うと。ああ、よろしく頼む、頼りにしているからな。いやー共闘かクロードと。同盟と王国がまともに共闘するなんて分裂以来300年ぶりのことじゃないか。あ、そうなんだ、めちゃくちゃ珍しいんだな。お前たちと共に戦えることを誇りに思う。今は手を携え帝国の打倒に力を尽くそう。まあこういう全面戦争自体が珍しいんだろうけど。怪しい魔導士部隊か、またもや彼らと戦うことになりそうだね。ラルバ、そうだな。もしかすると僕たちが何者なのかを知る機会が巡ってきたのかもしれない。そうか、全然教えてくれなかったけどな。奮起する、冷静に受け止める。ああまあここは冷静に言っとくか。とはいえ連中をとっ捕まえたところで素直に私の正体なんて吐いてくれるかしら。なあ、ミュソンも意味深なことだけ言っていなくなった。さあどうだろう、たとえ真実がわからなくとも僕は気にしないけどね。あ、そうなの。あ、まあ興味ないって言ってたもんな。僕は何があっても君の味方で居続ける、それが変わることは決してないのだから。なるほど、ランコが気にしてるからってことか。さあそろそろ行こうか、仲間たちが君を待っているよ。やるか。え、ラルバはマジでランコの思うがままにでいいんだな。昔は結構言ってた気がするけど。姉さん来てる。お、カツカレーが説得できるぞ。あ、ベンツ姉さん、なるほど。
ベンツ姉さんによるカツカレーの説得、これは必須。おホルスト、あれこれ、あこれおいこれヒルダちゃんのお兄ちゃんじゃない？え言ってたよね、なんかホルスト兄さんみたいな。あ、はじめまして。めちゃくちゃ顎割れてるんだけど、全然似てねえなヒルダちゃんに。あよろしくお願いします。確かめちゃくちゃ強いんだよなヒルダちゃんのお姉ちゃんって。じゃなかった？すげえ、初めて見た。恐れるな。よし、今こそ港手を携え。あ、待てよ、アドラステアとの決着をつける。きたランタン元先生の出陣だ。おら相手てめえ、よいしょ。てかあれだな、天帝の剣持ってないんだな。あれってそうか、ガルグマクにあるんだっけ。ガルグマク落としたら天帝の剣取りに行かない。天帝の剣使いてえよ、あの謎の伸びる剣。よいしょ、おら。いやーでもいいね、やっぱしっくりくるわ。お、エーゲルコ姉さん。お、あー姉さん、すっかり覇気がなくなっとる。これはやっぱりあれか、後遺症なのか。帝国軍よ、現れた敵を残らず撃ちなさい。あー姉さん、それで良いのです。みんな陛下のお言葉を胸に奮戦せよ。わーマジでこれ天国、天国を使う。いや姉さんマジでなんか操られてる感じ、操られてるっていうか何なんだろう、なんかもう言われるがままの状態なんだな今。これって元に戻るのかな姉さん。お、おおなんだ、帝国の重大な秘密。話を聞くな、戦いが終わってから。なんだろう、姉さんの状態のこととか知ってんのかな、もしかして。先ほどクーダンの魔導士たちがいるという報告もあった。帝国の大軍が相手でも僕たちが力を合わせれば十分戦えそうですね。これはここ開くのかな。お、ラディスラバ、あ、なんだっけ。あーいたいたなこの人。今はただ勝利を目指すのみ。謎の女性ドラゴンナイト、いたわラディスラバ、いるんだな今作にも。おーいるぞ、なんだこの魔導士。ラディスラバ正々堂々勝負。おらインキャファイヤー、インキャファイヤー、よいしょー、オッケー、倒した、あ、倒した一瞬で倒しちゃったラディスラバ。すぐに救援に向かうべきでしょう。なんか前もこれぐらい一瞬で倒したような気がするな。ダークビショップを撃破する。ええか、お、無力な私をお許しくだ。さい、ラディスラバー。いやでもランドルフポジションなんだよな俺の中では。帝国ルートやってたらもうちょっと分かるのかな、あの人の。あくまで皇帝への忠義を貫く。ランドルフとラディスラバー、おお、カツカレー出た、何現れた、熱そう、その鎧熱くないかカツカレー。どこにいる、私は撃てるものは。え、なんだ、自我が分裂している。死神騎士、どうして突然こんなところに。え、なんかもうおかしくなってる。ここで死神騎士が出てくるとはな。後方の砦が落ちれば孤立しかねないぞ。どうするデミトリー。尋常じゃない勢いだな。仕方がない、策で封じ込めよう。策出た、聞いてくれ。死神騎士を中央まで誘い出すんだ。中央まで誘い出す、ほう、あ、また誘導すんの。死神騎士、あ、やっぱりあの子なのよね。ベンチネさん、あ、俺を標的に設定している。貴様ならば
おは死を見せてくれるか。任せろ、見せてやるよ。死神騎士の注意を引いた。死以外にもいろいろと。この目標の地点まで誘い込むぞ。ネットフリックスとか見ようぜ一緒に。死を味合わせてみせ。ちょっと待って、どこだ。あ、ここか。エミールなのよね。エミール、その声を私は知っているわ。あ、本当はそういう名前なんだ。ここはフロードの策に従うべきだろう。奴を引きつけうまく誘導するぞ。え、ここじゃないの。このバッテンのとこじゃないの。え、カツカレーおびき出すのここじゃないのか。あれ違う、目標地点、あ、ここだよな。あ、オッケーオッケー、なんかラグがあったわ、謎の。誘導できた。だけど本当に死神騎士を倒せるのかな。いや大丈夫、無双の戦闘なら。砦の門を閉じるんだ。え、もう閉じる。え、待って待って待って、え、待って、ランタンス先生まだ中にいるよ。必要な手を使うと。いや待って、魔法で死神騎士を弱らせる。いや待て、ディミトリ頼みます。いや中にまだめっちゃ味方いるぞ。え、いいえ、これ巻き添えになっちゃわない。お任せください。おい待って待って待って、総員構え。いやリンハルトと俺がいるから。え、これ大丈夫。おおー、カツカレー。あ、そんなカツカレーだけにピンポイント当てられるんだ。おお、すげえすげえすげえ、危ない危ない危ない。あ、これで倒せるようになったってこと。砦の門を開け、総力を上げて死神騎士を倒す。オッケー、任せろ。でも待てよ、これ説得しないと。ベンツ姉さんは、ベンツ姉さんこっちに呼ぶ必要があるんじゃないの、もしかしたら。じゃないと説得できないとかありそうだけど。いや、まあとりあえず戦うか。彼のところに行かせて。あ、ベンセンさん。私なら死神騎士を解き伏せられる。お願いします。あの規模の魔法を使う。カレーの説得、よし。何があいつを駆り立てるんだろうな。いや確かに、カツカレーはなんでこんな死に場所を求めてるんだ。あー、天国、よし今のうちに。いやこれ天国敵が止まるのはいいんだけど、なんで味方も動けてるの。いやまあいい、細かいことは気にしな。え、待って、なんかベンゼンさん喋ってる。あ、ベンゼンさん喋ってた、すいません。めちゃくちゃ無双乱舞してました。出た、閲楽。閲楽パターンもあるのか、閲楽だけじゃなくて。私の声は届かないのかしら。いや大丈夫です、ベンツ姉さん、俺が力ずくで届かせてみせます。シーシー、うるせえ、カツカレー食ってろ。よし、やめなさいエミール。あ、いってえの。でも、もう戦いはおしまい。私たちと一緒に来て。あ、俺たちと一緒に来い。お、おお、意外とあっさり。やったー、カツカレーが仲間になったぞ。よしよしよし。獣どもの醜い争いよ。え、これって、あ、ミソンだ。我らが窓で彩ってやろう。また出たよこいつ。まあいい、やってやら。獣がいくら群れたところで我らを倒すことなどできるのは。いやマジでこいつ同じようなことしか言わねえ。あ、そっか、イングリッドちゃんも気づいてるから。私の正体は何なの。みんな口々に話しかけるミソンに。いや結局何も言わねえ。我らの力を持とうとも。おい、我らの力っつってる。いやもう全部言えよ。人の輝かしい未来のために。マジで意味深おじさんだよこいつ。おら、よし、け。許さぬ。そう、エピメニです。いや出た、エピメニです。それも何なんだ。あ、し、死んだミュソン。貴様は倒せたようだが。おい、他の将も倒さねば魔法は止まないようだな。あいつ結局何も明かさずに死にやがった。散々意味深なこと言って。よし、全員倒したか。闇にうごめくもの。
イングリッチちゃん、いよいよ敵の本陣も目前ですね。あとは姉さんとくらい。このままでは負けてしまう。お、いいか、ここは軍務卿に任せて引くべきです。軍務卿って。わかった。あ、軍務卿頼んだわよ。姉さんずっと言いなりだ。あー、撤退した。軍務卿、お、レオポルト・フォン・ベル、あ、ベルグリザーク。芝居よな。だがそれでも役目は果たさねばならぬ。かっけえ。この人が、あ、あ、カスパルだ。カスパル・フォン・ベルグリーズ。あ、相手にとって不足なしだ。おお。あ、ここ親子。あ、そういうこと。あ、カスパルの父ちゃんか、ベルグリーズ博って。あー、なんか言ってたな、軍務卿とさ、あのリンハルトの父ちゃんとカスパルの父ちゃんがなんか仲いいかなんか、なんかそういう会話あったよな。あー、そういうことか。よし、行くぞ。さて、カスパル、お、武士の腕がどれほど上がったか。いや、待って、ベルグリザークめっちゃ、親父こそ黙ったりしてねってとこ思いっきり教えてよ。めっちゃかっけえんだけど。これは手強そうな相手だな。お、みな気を抜くな。ここを抜かれば進めない。あれ、なんか笑ってるぞ、デミちゃん。ベル、クマって知ってんのか。私はクマか。死んだふりなど通じる。待って、めっちゃいい人そうなんだけど、ベルグリザーク。相変わらずだな、ベルナデッタ。ここに来た以上手加減はできない。や、カスパルも撤退してくれよ。バルデマーの息子か。バルデマー、お、最前線に出るとは強くなった。あ、これリンハルトのことか。いや、あいつが自分から出てくるとは思えない。いや、ごめん、俺が指示しました、来るように。まあ、どちらにしろ命がかかってるから。リンハルト、仕方ないよね。困ったな。カスパルと幼馴染だよ。おお、ホルソニーさん、個人的にも戦いたい相手だった。みんな話すじゃん。私も K には興味があったぜ。レスター一の勇士。みんなベルグリーズ博と話したかった。向上は不要だな。いざ勝負。おお、強者同士の戦いなんだこれ。いや、いいな、ベルグリーズ博。親父の強さは関係ねえ。カスパル。俺はカスパルだ。カスパルは確か継承権がないけど頑張ってるんだっけ、認められるために。なんかそういう背景だったよな。ランタン先生は覚えてるぞ。なら、この俺を討ち取って名を上げてみろよ、カスパル。行くぞ。容赦ねえ奥義、俺に耐えれるか、おら。よし。お、カスパル、おやじ、お、すまねえ、先に引くぜ。おお、撤退しろ、撤退しろ、ガンガン撤退しろ。ベルグリーズ博も撤退してくれていいんですよ。ベルグリーズ博、驚いたぞ。いけるか、俺たちならば倒せるはずです。いや、マジでめっちゃいいキャラしてるわ、ベルグリーズ博。ああ、倒しちゃった。さすがは音に聞こえた豪傑だ。いや、フェリックスごめん、出し惜しみはしていられんようだな。いや、お前が出し惜しみしてる間に倒しちゃった。よーし、やったー。長きはここまでか。撤退するぞ。わしがしんがりとなる。全力で引け。かっけえ、マジで豪傑って感じだな、本当に。ガルグマクへと進軍せよ。皇帝を討ち、戦いに決着をつける。あれがベルグリーズ博か。同盟がめちゃくちゃ手こずったっていう。お、あ、ムービーだ。ディミトリー、お、クロード、お、強盗してる。お、ナイスで爆発した。そんな意味なんだ。さすがはバンプ不動の国王陛下だ。お前こそこの状況で軽口とはまだまだ余裕があるようだな。おお、余裕ならたった今できたよ。何しろいい考えが浮かんだんでね。考え、背中を預け合ってる。ここを同盟軍だけで抑える一手さ。何、そうすればそっちはエーデルガルトを覚える。マジか。逃がしていいのか。いや、死ぬなよクロード。あ、また会おう。おい、めっちゃ支援値上がってるじゃん、この二人。あー、終わったー。へー、いや、いいね。お、あー、来た宇治抹茶先生。おい、やっぱこの人カツカレーじゃねえか。
バレバレだったけど、途中から。おお。聖林の章、皇帝の行方。皇帝の行方、姉さんか。連合軍はアリルで帝国軍を打ち破った。皇帝エーデルガルトと摂政エーギル公を含む帝国軍はガルグマク方面へと回送。ガルグマクに。王国軍は南へと追撃の兵を向ける。ガルグマクに逃げたんだ。戦争に終止符を打つべく猛追する王国軍。しかしベルグリーズ伯をはじめとした王国の将兵たちが皇帝らを守るために王国軍の前に立ちはだかるのだった。いや、ベルグリーズ伯めっちゃいいわ。この人スカウトできないのかな。おお、レオポルト、よくぞ来た。ああ、姉さん、しょんぼり姉さんとハゲエギル。陛下をなぜ戦場に出した。万全でないと言っていたのはケイであろう。あ、反対だったんだベルグリーズ伯は。仕方がなかったのだ。連合軍を打ち払うのに陛下の意をお借りする必要があった。おい、どれが頭かわかんねえよ、肩のやつのせいで。ほう、顔怖。それに決めたのは私ではない。え、そんなことより今は撤退せねばならん。ああ、やっぱタレスが指示してんのか。私は陛下をお連れしてこのままガルグマクに入る。おう、ガルグマク。お前はその間敵軍の足を止めてくれ。陛下に万一のことがあってはならぬのだ。いや、姉さん大丈夫か。守りたいものは他にあろう。迷い。守りたいものは他に。一切承知した。さっさと行け。おお、いいんだ、行かせるんだな。まあそうか。ありがたい。では陛下、こちらへ。しんがりやるって言ってたもんな、ベルグリザーク。いやー、お姉さんが。国の頭がこんなんじゃ帝国もそろそろ終わりかもしれねえな。ホスポル。そう思うのなら逃げ出せばよい。主は爵位も継承権も持たぬただの一将。てかカスパル、腰にめっちゃ腕ついてる。いくらでも生きる道が見つかるであろうよ。なんだその鎧。いや、ベルグリーズ伯も大概だけど。はあ、帝国を捨てろってのか。らしくねえぜ親父。ああ、カスパルは残る気なんだな。まあリンハルトのやつだって王国にいるみてえだし。おお、リンハルト。そういう生き方もありなんだろうけどよ、俺は嫌だぜ。ああ、説得できない感じか、カスパルは。死にたがるには5周年生き足りぬわ小僧が。だが主が選ぶなら構わぬ。やべ、ルクリーズ伯。おお、せいぜい一発逆転目指して派手にやってやるぜ。いや、この親子いいな。巨大な船が大海原を渡る。は、予測できぬ嵐に見舞われ沈みかける。え、何、どうした急に。必死に飛び降りて藁をも掴む者、ただ風に身を任せて行く末を案ずる者。あ、これはつまり意味もなく船の中で他人の財貨を奪う者、わずかな望みにすがって舵を握り続ける者。今の帝国のことかこれ。ベルグリーズ伯もダメだと思ってんだな。さしずめわしらは船のへさぎに立って歌う者か。歌う者。その声は万雷のごとく嵐を終わり、その歌は死を前にする人々の心を震わせる。ああ、劇を飛ばすってことね。わかったぜ。俺は叫ぶ。俺は止まらねえ。帝国軍を鼓舞する。俺が、俺たちが帝国ってもんをあいつらに見せてやる。おえー、熱い男だよカスパル。行くぞ我が息子よ。ベルグリーズの部位、主に昇覧いただこう。ご昇覧あれ。いやー、こんな逸材がいたのか帝国には。